遺伝的アルゴリズム、遺伝的アルゴリズム、遺伝的アルゴリズム、英語、ジェネティックアルゴリズム、略称、g a とは、1975年に、ミシガン大学のジョン・イーチ・ホランド、ジョン・ヘンリー・ホランドによって提案された近似を探索する、メタヒューリスティックアルゴリズムである。人工生命同様、偶然の要素で、コンピューターの制御を左右する、4つの主要な進化的アルゴリズムの一つであり、 その中でも最も一般的に使用されている。遺伝的アルゴリズムはデータ、解の候補を遺伝子で表現した個体を複数用意し適応度の高い個体を優先的に選択して交差、突然変異などの操作を繰り返しながら解を探索する。適応度は適応度関数によって与えられる。この手法の利点は評価関数の過微分性や 単ミネ性などの知識がない場合であっても適用可能なことである。必要とされる条件は評価関数の全順序性と探索空間が位相・トポロジーを持っていることである。また遺伝子の表現の仕方によっては組み合わせ最適化問題や NP 困難な問題などの様々な問題に適用可能である。遺伝的アルゴリズムは一般に 以下の流れで実装される。なお、下記では、個体数を N、最大世代数を G とおく。遺伝的アルゴリズムでは、一般的に次の遺伝的操作が用いられる。交差する確率を、交差率、突然変異する確率を突然変異率という。一般には、交差率、突然変異率とすることが望ましいとされる。また、上記のアルゴリズムの流れからわかる通り、 交差率、突然変異率イコール1である必要がある。選択は、生物の自然等多をモデル化したもので、適応度に基づいて、個体を増やしたり削除したりする操作である。選択のアルゴリズムには次のようなものがある。ルーレット選択は、個体、i を選ぶ確率を、p と置いたとき、とする選択方式である。上記の式の f は、個体、 愛の適応度を表す。この方式はホランドが最初に提案した時に使われた選択方式であり、最も有名な選択方式であるが、適応度が負の数を取らないことが前提になっている。また適応度が高いことが前提になっているため最小値を求める問題では、使いの適応度の格差が激しい場合は、適応度の高い個体の選ばれる確率が非常に高くなり、初期収束。 口実の原因にもなる。このため、実際には適応度をスケーリングした値を使用することが多い。ランキング選択は、各個体を適応度によってランク付けして、1位なら、確率 P、2位なら、確率 P、3位なら、という風にランクごとに、あらかじめ確率を決めておく方式である。この方法は、ルーレット選択と違い選択確率が、 適応度の格差に影響されない。しかし、これは逆に適応度にあまり差がない個体間でも選択確率に大きな差が生じる可能性がある。また、個体にランク付けをするため次世代が揃うたびに相当を行う必要がある。トーナメント選択はあらかじめ決めた数、トーナメントサイズというだけ、集団の中からランダムで個体を取り出し、その中で 最も適応度の高い個体を選択する方式である。トーナメントサイズを変更することで、選択圧をコントロールできる特徴がある。すなわち、トーナメントサイズを大きくすることで、選択圧を高めることができるが、初期収束による局所、的最適解に陥りやすくなる。上記の選択とは別に適応度が高い個体、エリートを一定個数、次世代に残すことがある。 エリート選択。これを利用することで、選択によって解が悪い方向に向かわない、適応度の最大値ががらないことを保証できる。しかし、エリートの遺伝子が集団の中に広まりすぎて、解の多様性が失われるという恐れもある。交差、組み替えは、生物が後輩によって子孫を残すことをモデル化したもので、個体の遺伝子の一部を入れ替える操作である。 交差はその性質上、最も重要な遺伝的操作ということができる。交差のアルゴリズムには次のようなもの、その場所より後ろを入れ替える方式である。ホランドが最初に提案した時の交差方法であるが、効率は低く現在ではあまり使われていない。答え A、010011101010101010111。答え B、 1万1 0 10, 1 0 1 0 1 1万1 0 1 0 1 0交差点をランダムで2つ選び、2つの交差点に挟まれている部分を入れ替える方式。答え A、0101101010101010。答え B、1101010111111011。一般に3点以上の交差点を持つ方法を。 多点交差あるいは N 点交差という。しかしながら一部の問題を除き、多点交差は2点交差と書きで述べる、一応交差のどちらかよりも良い値が出ることは、ほとどなく、あまり使われていない。各要素ごと独立に1、2の確率で入れ替える交差である。法律する、ヒッチハイキングの問題を抑えることが可能である。一般に2点交差が得意とする問題を苦手とし、2点、 交差と逆の性質を示すことが知られている。答え A、0100111010010111011。答え B、101010101100101010。突然変異は生物に見られる。遺伝子の突然変異をモデル化したもので、個体の遺伝子の一部を変化させる操作である。局所。 また最適解に陥ることを防ぐ効果がある。例えば、遺伝子型がビット列の場合は、ある遺伝子座の0と1を入れ替える。数字の場合は、段数と置き換える。他にも遺伝子座の位置を変更するなどの方法が取られる。突然変異の確率は0.1%から1%、高くても数である。確率が低すぎると局所、 また最適解に陥りやすくなり、高すぎると、ランダム探索に近づいてしまう、解が収束しにくくなる。GA は、様々な問題に適用できる手法であるが、問題と使う方式によってはうまく探索しない、場合がある。ここではよく起きる GA の問題点をまとめる。初期収束とは、最初の方の世代で、偶然他の個体より、 適応度が圧倒的に高い個体が生まれたとき、その個体の遺伝子が集団中に爆発的に増えて探索がかなり早い段階で収束してしまう現象でや、ルーレット選択の設定が甘い場合や、突然変異の効果がうまく現れないときに起こりやすい。対策としては、ルーレット選択を使う場合の適切な設定や適用する問題に合わせて効果的になるように、 突然変異の操作を変更したり、突然変異率を増やしたり、または集団の数を増やすなどの設定を行うことで防ぐことができる。しかしながら明確な解決法というものはなく、各パラメータを何度も繰り返し設定し直すしかない。例えば最適解が101という問題があるとする。この時、111000。 という二つの個体が交差して最適解を得る確率を求める。交差の方式が2点交差の場合は交差点が111001000で最適解が得られる。この時遺伝子型の長さをリットルと置くと最適解が得られる確率 P はと求められる。これはリットルが長くなるにつれ加速度的に確率が低くなる。つまり リットルが長いと、ほとんどの確率で蒸気の2つの個体は、最適解と一致しないビットを新しく生成した個体に受け継がせてまうことになる。このように、最適解と一致するビットの近くにいて、最適解の生成を妨げる現象を、ヒッチハイキングと言い、そのビットを、ヒッチハイカーという。このヒッチハイキングは、一応交差によって防ぐことができる。一応交差は、 各要素が独立で交差するので、上記の場合は1、00 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0か、111010000101 00で最適解を得る。この時、最適解を生成する確率は、であり、この確率は、リットルの長さが長くなっても変化しない。遺伝的アルゴリズムは、他のメタヒューリースティックスに比べて、 主要な探索手段である交差が局所探索ではないことに大きな特徴がある。この性質のため GA は提唱されて以来有効性に関して多くの疑問が投げかけられた。しかし GA の有効性をアルゴリズムを解析して検証するのは難しいため初期の GA に関する研究では有効性を実験的に検証していた。1980年代後半から 以上の反省を踏まえて GA の理論的な考察が盛んに行われるようになった。ここではその基本的な部分をいくつか紹介する。スカとはシンプルジェナティックアルゴリズム単純 GA の略である。GA を通常のまま解析するとあまりにも複雑なので処理を単純にした GA を用いて解析を進めるのが一般的になっている。スカは 具体的にはという実装の遺伝的アルゴリズムである。スキーマ理論とは遺伝子型の部分集合、スキーマの有無が適応度に大きな影響を与えることを前提とした解析理論である。現在の GA の理論の根幹を成している。スキーマとは例えばのような形で表す。ここでアスタリスクはワイルドカードのことであり、 この部分には0と1のどちらが入っても良いことを意味している。この時のように以外の部分が一致している遺伝子型を持つ個体のことをスキーマエッジを含む個体と表現する。スキーマ理論特有の用語として定義帳とオーダーがある。定義帳とはスキーマの一番左のアスタリスク以外の文字と一番右のアスタリスク以外の文字との距離のことである。これは デルタという形で表す。上記の例の場合は、デルタイコール3である。O だとは、スキーマ内のアスタリスク以外の文字の数のことである。これは、O という形で表す。上記の例の場合は、O イコール3である。スキーマ定理とは、ある世代トンでスキーマエッジを含む個体の数を、メートルと表したとき、次の世代のスキーマエッジを含む個体の数、メートルは、 つかにおいて、以下のように表すことが出るという定理である。ここで、F はスキーマ H を含む個体の適合度の平均、フォーミュラ後は全個体の適合度の平均、リットルは遺伝子型の長さ、P、P は交差率と突然変異率である。この時、P、P、デルタ O であるので、括弧内の OP はほとんど無視できる。そのため、 この定理はとなるようなスキーマエッジの数は指数関数的に増大していくことを表している。ここから上記の条件を満たすスキーマを保持することが最適解を導くことになるような問題に対しては GA は最適解を導き出すことが可能であるという考え方ができる。このようなスキーマを積み木ビルディングブロックといい、この考え方を積み木仮説という、 GA には様々な拡張手法が存在する。ここでは有名なものをいくつか挙げる。メッシー GA とは積み木仮説、特に定期長デルタが小さくなければならないという弱点を克服するために、ゴルトベルクにより提案された遺伝的アルゴリズムの拡張手法である。遺伝子表現は遺伝子座の位置とその値のペアで表現する。これにカットと スライスという手法で探索を進める。ゴルトベルクはこれを用いて GA では非常に探索しにくい関数の最適解の導出成功をしている。しかし、この手法は問題に対するかなり詳しい事前知識が必要なため実際の応用例はほとんどない。CHC は1990年エシャルマンによって提案された GA の拡張手法である。 この名前はのそれぞれの頭文字を取ったものであり、それぞれ選択、交差、突然変異を詳細に再検討して、より効率的なアルゴリズムにしたものである。GA は個体の集合に対して交差や突然変異を行い、個体の集合が進化するが、エ、e、だでは個体生成の確率分布を進化させる。アルゴリズムは、ポピレーションベースとインクリメンタルラーニングなど、 遺伝的プログラミング、ジェネティックプログラミング GP は、j コザによって提案された遺伝的アルゴリズムを拡張したものの一つである。遺伝子を気構造にすることで、式やプログラムなどを扱えるようにした。工学分野だけではなく、経済分野などにも広く活用されている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。